デビッド・デカストロはワシントン州ベルビュー出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のピッツバーグスティーラーズに所属している。ポジションはガード。愛称はダブル D。南アフリカ共和国からの移民の両親の間に生まれた。祖父は南アフリカのラグビーのスター選手であった。高校時代はスティーブン・シリングとチームメイトだった。 シアトルシーホークスファンだった。彼はスティーブ・ハッチンソンに憧れて育った。大学進学前に彼はライバルズ .com から三つ星センターとして全米で11位に評価された。スタンフォード大学、ワシントン大学、ワシントン州立大学、オレゴン州立大学からオファーを受け、スタンフォード大学を選んだ。スタンフォード大学では1年時の2009年より右ガードとして、 全13試合に先発出場し、パシフィック10カンファレンスのオールチーム及び、カレッジフットボールニュースより、フレッシュマンオールアメリカンのファーストチームに選ばれた。2年次の2010年には、カンファレンスのファーストチームに選ばれた。3年次の2011年には、カンファレンスのファーストチームに加えて、オールアメリカンのファーストチームに選ばれた。シーズン終了後、 最終学年には進まずに NFL ドラフトへのアーリーエントリーを表明した。大学3年間で37試合に連続先発出場し、アンドリュー・ラックを中央からのプレッシャーから守るとともに、ランプレーでのリードブロッカーとしても活躍した。コンバインで評価を高めた彼は、その年のガードでナンバー1とみなされるようになった。 2012年の NFL ドラフト一巡全体24位でピッツバーグスティーラーズに指名された。スティーラーズがガードを一巡で指名するのは2002年のケンドール・シモンズ以来のことであった。5月22日から行われるチーム合同練習は大学の授業が残っていることから欠席した。7月23日、スティーラーズと4年契約を結んだ。 プレシーズン第3週のバッファロー・ウィルズ戦で、ビルズのマーセル、ダリウス、スティーラーズのマーカス・ギルバートが彼の右足の上に倒れ込み、ACL、MCL を断裂した。彼の怪我について、ベン・ロスリスバーガーは、ラルフ・ウィルソン・スタジアムの人工芝に問題があると指摘した。11月22日に練習に復帰し、11月26日にアクティブ・ロースターに復帰。 この年4試合に出場した。第15週のダラスカウボーイズ戦では出場した62回のスナップ中45回がパスプレーであったが1回しかクォーターバックへのプレッシャーを許さなかった。しかし第16週のシンシナティベンガルズ戦でジーノ・アトキンスと対峙した彼はプロフットボールフォーカスよりその週のガードとして最低のパフォーマンスと評価された。 2015年4月9日、スティーラーズから5年目契約オプションを行使された。ありがとうございます。